お疲れ様です。速稼塾の久保です。リアルなビジネスと、あとは、バーチャルなビジネスね。インターネットのビジネスってやつですか。それから、まあ、店舗とか、法人、こういったものを比較して考えることは今となっては、もうあんまり意味のないことであって、ネットを中心としたビジネス形態も当然ありますしね。YouTuber なんてその典型ですし。それから、未だに、法人型のビジネスとか店舗型のビジネス、経費が結構かかりますけども、それでも多くの方の信用を集めやすいっていうね、この形っていうのはこれからも両方を共存共栄すると思うんですよ。その中で今日はね、ネットワークビジネスの中で懐かしいと思えるものをちょっと持ち出してきました。ワールドベンチャーズとリゾネットです。聞いたことありませんか？むちゃくちゃ強引な勧誘してたっていうのがあって、健三さんがね、当時にいらっしゃったら、ものすごく面白い絵が撮れたと思うんですけども、当時は健三さんもいらっしゃらなくて、私も広島でリゾネットとネットワークビジネスのもう一個のね、ワールドベンチャーズ、それぞれに勧誘受けたことがありますけども、全くセンスがないビジネスだと思って、その場で断ってきましたけどもね。まあでも、参加される方がいたりとか、旅行好きな方がね、参加してみたりとか、やっぱりニーズはそれぞれですよね。私が必要ないと思っても、これは可能性があるなと感じる人がいるのは、これは仕方がないことでね。だからといって結果的にうまくいったうまくいかないによって、だからあの時言ったのにっていうのはまあ当たらないのかなと思うんですよ。やっぱりビジネスってのはほんの些細なことでうまくいったり潰れたりしますからね。さあ、ワールドベンチャーズとリゾネットですけども、あれからどうなったのか、はい、ちょっとだけ調べましたので、動画の方をご覧ください。ネットワークビジネスといえば、ワールドベンチャーズとリゾネットってのが有名ですけども、まずワールドベンチャーズの方ちょっとね、今更調べてみました。2020年ということなんで、今から3年前に破産宣言をしたというふうに出てますけども、びっくりマークハテナなんでよくわかりません。私もこれ勧誘受けたんですよ。毎月1万5000を積み立てることで格安で海外旅行に行けるっていうふうに謳われていた MLM ですよね。で、旅行が好きな人ってのはこれを利用してどんどん旅行に行く、もしくは今すぐ旅行は行かなくても積み立てることによってこれは損じゃないんで、積み立て金を後から自分で使う、生産するみたいなね、形があったと思います。まあ2020年のコロナ禍で世界中で大会する人が増えたからビジネスが立ち行かなくなったっていう考え方もありますけども、そもそも旅行しなくてもちゃんとキャッシュが回っていくんだったら、そんなにね、いきなり倒産ってことにはならないと思いますし、それこそ旅行系の会社ってのは様々ありましたけども、じゃあ倒産ね、中国トラベルがしたのかって言ったら別にしてないと思うんですけどもね、どうなんでしょうかね。2020年12月21日にテキサス裁判所にチャプター11という破産宣告をしたそうですと。チャプター11っていうのは、完全な破産宣言のチャプター7と違って、負債や債権を裁判所で振り分けてもらう債務整理というやつですね。民事再生。うん。ワールドベンチャーズに余力があれば再生する可能性はあると思いますが、今どうなってるのか、ちょっと私も調べておりません。まあね。旅行のネットワークビジネスね。確かにネットワークビジネスって、どんな商品にも組み合わせることが可能なんですよ。ただやっぱり、商品がどうあろうと、仕組みがどうあろうと、会員さんですよね。会員さんが集客とか、プレゼントとかビジネスに長けてない限りは、宝の持ち腐れになっちゃうんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、ワールドベンチャーズは、そんな感じになりましたということですね。はい。それでこちらがリゾネットなんですけども、行政処分受けてたんですね。もうね、行政処分受けてんだか受けてないんだかわかんないぐらい、もう忘れられた存在になってますけどもね、リゾネット。これは確か、国内向けの旅行を斡旋している、もしくは特典、もしくは商品としているネットワークビジネスだったと思いますけども、まあ、こういうとこですよ。ビジネスの、ちょっとね、足場がすごく緩くって、ネットワークビジネスがもう前面に出ちゃったんで、ネットワークビジネスの形も、まあ、壊れてはいたんですけども、まあ、根底からね、この事業が否定されたってことでしょうね。しかもこれ2回目の行政処分食らってるわけですよ。このリゾネットって会社は東京都が17日4月に勧誘目的等の明示義務違反などがあったということで、これはね、ネットワークビジネスのその会員さんが下手な営業をしてたからなんじゃないかなと思うんですよ。私もね、ネットワークビジネスのその会員さんの営業がね、常々下手だと思うんですよ。下手だし、法律違反してるし、それを誘ってる方も誘われてる方も分かってないし、ABC なんてやってるのなんてまさにそうですよね。
だからこれからネットワークビジネスの話をするんだけども、よろしかったら話聞きに来ませんかぐらい、なんか、いや、誘う時に言えばいいんですよ。そしたら、それでも来るってことは契約する可能性が高いわけじゃないですか。なんとかプレゼンを聞いてもらおうみたいなね。プレゼンを聞かすことが優先になって、で、プレゼンを一通り聞かしたら誰もが契約するもんだと思ってるから、こういう間違いにはまるんだと思うんですよね。だからネットワークビジネスっていうのはね、攻略法がありますんで、それを学ばないうちにやるもんじゃないかなと思いますけどもね、まあ。はい、リゾネットはこういう形で消えていったということでございます。当時リゾネットに関わってた方どうされてるのか、また連絡ください。はい、いかがでしたか。リゾネット、それからワールドベンチャーズね、あのビジネスっていうかアイデア自体は悪くなかったと思うんですよ。ただやっぱりネットワークビジネスっていう新しい理財が生まれる限りね、あの旅行が安くなるっていうことは考えられないんですよ。だってネットワークビジネスの会員さんに報酬払ったり、ネットワークビジネスの会社に中抜きをさせないといけないわけでしょ。じゃあ新しくその事業に参入する会社や人や人件費が挟まってくるのに、会員さんっていうかね、お客さんが安くなりましたってことはないわけですよ。結局誰かにその負担が行くわけなんですよね。で、上手にやるのはその負担を時間的にどんどんね、後押ししていくってやつですか。だから今の時代の人はみんな利益を受けるんだけども、その利益の源泉っていうのは次に会員になった人にこうね、後送りするみたいな、それでずっと続くっていうスタイルはなくもないと思いますし、ビジネスってのはそういうもんじゃないかなと思うんですよね。だからね、全員が利益を受けるビジネスってのはやっぱりなくって、誰かが何かをね提供するって形は変わらないと思うんですよ。でも結果的に今のところ全員がうまくいってますよみたいなね、形は作れると思うんで、その辺の仕組みを理解した上で、勧誘活動にもね使っていただくと、納得感が大きいビジネスになるんじゃないかなと思うんですよね。プラス自分は一人も集客せずに、一人にも商品を紹介せずに報酬をもらえるんだっていうふうな幻想もなくなると思います。これからもネットワークビジネスね、やっぱ使い方次第ですから、ネットワークビジネスをきちんと学べば、自分がやるべきかやるべきでないのか分かりますし、やるべきだったら何をやるべきなのかってことが明確に分かって、最短で結果が出ると思います。それではお疲れ様です。